はい、今度はいかがでしょうか。今度は聞こえると思うんですが、はい、聞こえますか。サバトボーズ、はい、多分聞こえることにしましょう。やっぱり聞こえない、聞こえてないみたい、あららら、聞こえてないでしょうか。こもっちゃいましたね。あ、聞こえてないでしょうか。で、ヒデって誰なんだよ。聞こえない、困りました。それではですね、あ、本当に聞こえてないでしょうかね。聞こえます、あ、聞こえるそうですね。はい、じゃあこれでいきましょうね。秋尾さん、ヒデさん、あ、本当に聞こえてない、どっちなんだろう。どうしたらわかるんですかね。私が秋尾さんがね、あのアンミュート、私が、はい、秋尾さんがね、あの、オッケー、どうやら聞こえてますね。聞こえてますね。はい、皆さん、おはようございます。ヒデオさん、おはようございます。秋尾さん、おはようございます。羽織ってる、はい、もう大丈夫ですね。はい、お元気ですか。ヒデオさん、お元気ですか。元気です。元気ですか。はい、秋尾さん、お元気ですか。秋尾はちょっと今日は病気なんですけど、あの、心は元気です。心は元気、アメン。はい、今日はあの、日本で言えば一昨日なんですけども、まあ、白の日曜日で、アメリカだと昨日が白の日曜日ですね。はい、はい、それで、その白の葉っぱで、あの、十字架を作ってくださるということで、はい、楽しみですね。あの、はい、もやしではなくて、あの、ヤシです。もやし、もやしある、で、ありかもしれないんですけど、あの、皆さん、はい、皆さん、あの、あ、はい、どうぞ。あ、どうぞ。白の肌と分かりやすい、ヤシの肌と分かりやすいですよね、ヤシの。こっちではなんかパームツリーっていう言います。パームツリー、ヤシの木ですよね、ヤシの、はい、パームツリー。で、なんかココナッツのツリーはココツリーっていうの？あ、ココナッツはココツリーっていうんですか。I'm asking you. No, it would be a coconut tree. あ、ココナッツ tree. Coco tree as cocoa. じゃあなんか、あの、日本ではみんなヤシみたいなんですけど、アメリカではいろんな種類分けて言うみたいな、ヤシ、今日初めて教えてもらったんですが、あの、どうも皆さん、おはようございます。何回か、あの、この放送でお世話になっております、秋尾です。よろしくお願いします。私は、あの、ロサンゼルスに住んでまして、あの、今日は、あの、主人の、ヒデオと一緒に、ヒデオと一緒にやるのは2回目の放送となっております。そうですね、2回目です。はい。はい。で、あの、はい、私、アニメは好きなんですけど、あの、ヒデオの方が、あの、スポーツが好きなので、あの、本当はこの前のフットボールの話も、あの、ヒデオがしたらもうちょっと熱かったかもしれないです。はい。じゃあ、今日は、あの、アメリカでの、あの、パームサンデーの様子を、あの、ヒデからちょっといろいろインタビュー的に短くお話ししてもらいたいと思います。ヒデはお母さんが日本人なんですけど、アメリカで育ったので、あの、英語で話します。でも日本語も少しわかるので。 So, could you talk about the Palm Sunday, how we did the worship? We had the worship start outside the church building.あの、礼拝の開始は、あの、全員教会の会堂の外に出て始まりました。And the pastor of the church and the elders of the church were the principal people at the beginning. それで、あの、牧師と、それから、あの、Elder, how could I say? The vestry, and I don't know what that is. あの、なんか多分長老的なポジションの、あの、人たちが中心となって礼拝が始まりました。And the choir was behind that group. で、その後に、the worship team.、Mm. で、そのチームの後ろには、音楽のそのワーシップチームが、続きました。
And everyone followed the pastor to the entrance. で、その2つのグループに続いて教会のその出席者一同が並んで、それで行進するみたいになるんですけど、There was a piper, right? Mm-hmm. フルートを吹く人がいまして、で、その人が賛美歌をフルートで吹いたのに合わせて歌を歌ったり、聖書を読みながら教会堂に入場するっていうところからパームサンデー始まって。So what does that represent? The triumphal entry of Jesus into Jerusalem. で、イエス・キリストの勝利の、エルサレムへの入場をこう形取って自分たちで実際に行うっていう感じの礼拝です。はい、ということで以上です。イエス様がそのエルサレム入場するみたいにみんなが教会に入場するみたいな感じなんですか？そうですか。ん？Is that right? It's just like Jesus. Yeah, そうです。はい。It's interesting because a week later, some of the same people were yelling, crucify him. あと十字架につけろっていうシーンも、その後の聖書朗読会があって、その時に全員で叫んだりもして、なので自分たちは罪人でイエス様を、自分の罪がイエス様を十字架にかけたっていうことを、まあ、深く反省っていうんでしょうね。それを思い知らされるために毎年一回、私たちの罪がキリストを十字架にかけたっていうことを思うために、そういう厳しいことをやります。なんか叫びたくないですよね、そうね。まあちょっと小声かもしれないんです。ちょっと大きな声で叫びたくないですね、ちょっとそれはね、でも結構みんなちゃんとお話ししてて、で、聖書はいつもは一人の方がワンセクションずつ読むんですけど、その日の聖書朗読はナレーションとキリスト役と、それからピラトの役の人と3つの役割で教会員の人によって朗読されました。What kind of message? About what? What did our father talk about? Oh. It was because he had to tie it into the momentum campaign thing. So it had to do with, oh man, what was it? We wrote five sections. Brackets we filled. すいません、忘れちゃって思い出せません。やはり、And if you could bring me my charge package back, and now I'll cheat and then I'll give the answer. 大変申し訳ありません。今ちょっと昨日のノートを取りに行っておりますので、はい、30秒お待ちいただければと思う。はい、今来ました。Which page was it though? I don't need you. Oh, I opened it. So, oh, the benefit of worship. So, 昨日は礼拝についてのメッセージでした。ベネフィット、ワーシップ。はい。はい。で、I was talking about true worship, right? うん。霊と誠による礼拝。And the impact that it has. うん。で、その礼拝がどのようなインパクトを私たちの人生に与えるかっていう。で、結局これ言っちゃっていいんですか、他の教会のメッセージを。いいんですよ。はい、コンクルージョンだけでいいんじゃないかな。
で結局ワーシップをする、この神を礼拝することによって益となることが、5つあって、はい、じゃあ読んでください。 God builds up。 で神様は立て、ワーシップによって、ごめんなさい、礼拝によって立て上げてくださる。2、 God provides。 礼拝をすることによって主が必要を満たしてくださる。God protects。 礼拝することによって神様の守り、ご加護がある。 4. God comforts。 礼拝することによって神様の慰めがある。 5. God delights。 delights はどうでしょうかね、キューちゃんに訳してもらいましょう。 delights は喜ばせる。Delights, what does that mean? God delights means that God, God has joy or is filled with joy. はい、ということです。はい、言っていただきまして。God feels joy from our worship of Him. はい、そういうことです。それが昨日のメッセージでした。アメン。じゃあ、これ多分弾幕だと思うんだけど。ヒデさん was wondering about the comments. Someone's marking that up like that. Yeah, if I release this, you can see everything. I can't release it, though. すいません。じゃあ、じゃあ、お歌の方に。いいですね。じゃあ、行きましょうかね。はい。お二人で歌っていただける。はい、今日はこの前歌った歌も1曲入ってるんですけど、この前私たちが行ってるこの教会で連鎖祈祷会がありまして、その時に始まりの礼拝があって、その時に歌った歌です。で、1曲目が、I will bow down で、2曲目が Here I am to worship、 これは有名な曲で、と3曲目が Be Unto Your Name っていう曲をやります。 3 in a row? うん、 OK。
アメン。アメン。アメン。ハレルヤは素晴らしいですね。アメン。どんな感じだったかな。あの、Here I am なんとかってありました。2曲目の曲ね。はい、あれはあのよく聴く曲ですね。そうですね。ありがとうございます。あのパチパチありがとうございます。神様ありがとうございます。アメン。アメン。いいですね。アメン。あのじゃあやっぱり、はい、2人で歌うのもいいですね。はい、2人で。はい。あの本当にあのこの放送はあの特にアメリカが回線が遅くてですね、あのやっぱりラグがあるためにその2人でね、キューちゃん側とこちらと同時に喋ったりして、あの少しねあの聞き苦しいかもしれないんですが、あの皆さんにはちょっとご理解いただいて、あので聞いていただけたらと思いますね。はいはい、あ、リトルさん、あ、おはようございます。おはようございます。あの、ハイテック国家では結構そうは言われてるんですけど、あの、下々のものにまであのハイテックの、あの、が回ってこないのがアメリカの常だよね。あの、なんで回線が遅いらしいんです。はい。ではあの次はあの、ロサンゼルスの桜という、ああそうですね、行きますか。あの、はい、もう散っちゃったんですけど、うちの近所の公園で桜が咲いておりますので、あのそれをちょっと自分の下手くそなデジカメであの撮ってきましたので、あの皆さんとあのシェアできたらと思います。うん、すごく下手くそ、私たちの写真ね。はい。はい、じゃあ、あの、お見せいただければと思います。はい。はい、で、これが花の部分ですね。あの、ハミングバードがね、よく止まってるね。ちょっと日本の桜とちょっと違いますよね。はい、あのピンクがきつい感じなんですね。あ、サマーさん、おはようございます。なんか桜、でも桜色って言いますから、 こっちが本当の桜かもしれない。日本の桜ちょっと白くなりすぎちゃってるんですかね。あ、そうです。今何度ぐらい、What have the temperature?20度ぐらいあるかな ?18 度ぐらいかな Now?、うん、It's really hot. No, it's... 今ね、だいぶ暖かいんですよ。Oh, yeah. あ18度、まあ初夏まではいかないんですけど、だいぶ暖かいですね。So、はい。あの、まあ、そうですね。これはあのロサンゼルスの桜なんですが、あの、なんか、ソメイヨシノみたいな桜があの電車でずっといたところにあるって聞いたんで、来年はそこにまで行って写真撮ってきますね。多分できた。はい、じゃあ次行きますか。はい、なジャパンですと。はい、でこれはあの小さい桜がポツンって、あのこの人工の湖なんですけど、その、はい、あのこの人工の湖にはさまざまな鳥が住んでまして、あのマザーグースみたいな鳥から、カモから、あと白鳥も住んでいます。うん、はい、あ、カモメも、カモメはでも町中にいます。あ、カモメは町中にいるんですか。はい、これはなんかカモ的な、うん、yeah, one's a female and the other one's a male, but I can't remember which one is which. どちらかがオスで、どちらかがメスだそうなんですが、あの緑のがオスかな。
確かそうですよね。なんか動物の世界ってオスの方が綺麗だもんね。すいません、素人で分かんないんですよ。写真撮っただけなんです。すいません。次行きましょうか。次。That's a strange looking ducks too that we have. そうだね。あの黒い鳥は桜の花びら食べちゃう。クロちゃんって呼んでるの。Actually, some swallows pick the sakura right off the branches. あ、シャローム今北さんとか初見の方とかいらっしゃいますね。よくいらっしゃいました。So maybe you can read this comment right here. Tokyo is called before mistake, huh?Oh, it's not Tokyo's call. That's a mistake. Sounds... Mm. 川の水は東京とか大阪の川と比べて、川はですね、これ川じゃなくて人工池で汚いですよね、水ね。The water was dirty, right? Well, it's got algae and stuff in it. It's a little river that runs out of it. So the comments are going to float by now. こういう人工の池は結構あるんですか？Do they have this kind of lake, the man-made lake, a lot? Yeah, because LA doesn't have any... LA has very few natural rivers. ロサンゼルスにはあの自然の川やあの湖が少ないので、LA リバーもマンメイド。No, that's a real river, but it's kind of a... あのでも、LA リバーっていうあの川があるんですけど、あのそこは天然の川らしいんですが、でもコンクリートで固められてたよね。Yeah, because when it rains really hard, そう、そしてあの川は干からびてしまっていまして、よくその川のほとりで刑事物の映画とか撮影するよね。The Detective Movie とか。Well, that was Yuri? Like she was apologizing to me for her English. Why? I don't know, so is Yuri? 次行きましょうか。はい。これは白鳥ですね。はい、あの聞いてください、これ私白鳥だと思って撮ったんですよ、可愛いかなと思って、そんなところにいるとか思わず、そしたらヒデさんがね、白鳥じゃないっていう。It might be, it might be a goose. I don't know. Actually, it's a 白鳥. Yeah, it is. Swan. Swan. Very beautiful though. It's big too. あのとても大きい。サイズ的な意味ですごい大きいです。はい、それが最後のお写真となっております。はい、ありがとうございます。見せていただいて。おお。Is that it? うん。じゃあ、あの続きまして、あの去年のイースターパーティーの時のあのちょっとこれカメラがカメラの線がイースターパーティーの時にあのお友達音が消えちゃう、私の部屋にその食卓あまだ続いてますか？大丈夫、大丈夫です、はい、パチパチありがとうございます。でこれこういったあのうさぎやひよこのなんかかなぬいぐるみが食卓飾っていまして、で、はい、デカすぎ、あ、デカすぎ、はい、じゃあこうですね、こんな感じ、入りきりません。So could you explain that why people use this for Easter? The chicken, chicks and the rabbit. Do you know why? Do you? I don't. Oh, well, the rabbit's probably connected to the so-called Easter bunny. このうさ、
ウサギっていうのはイースターバニーっていうものに、つながってるそうです。で、イースターバニーって何？ It's a commercial way of selling things to kids for Easter. あ、それはあんまり良くないんですけど、It's like Santa Claus for Christmas. クリスマスでいうサンタクロースみたいな子供たちに商品を売るためのイメージだそうです。なんということです。じゃあ、ひよこちゃんは？That's probably from the Easter eggs. これはイースターの卵から来てるそうで、イースターエッグ、Oh my God, I lost the Easter egg. Oh, right there. It rolled away. すいません、卵が転がって。卵が転がっちゃった。これがイースターエッグです。あ、これがイースターエッグね。はい、イースターエッグはご自分で卵を茹でて絵を描いたり。それからこういう木、これは飾り、完全に飾り、そこからあとはプラスチックの卵を買ってきて中に自分の好きなものを入れて子供にあげたりする。And then hide it. No, you hide it. あ、で、それを作った後に庭とかで隠して、で、子供たちが卵を探すゲームがある。で、それがイースターなんていうんですか？Easter egg hunt. Easter egg hunt だそうです。Easter egg hunt. 実は去年教会で子供たちがやっているのを見ました。It's a lot of fun. 礼拝の後に小さい、もう3歳児とかだよね。Even really small. インファントだよね。Yeah. すごい小さな子供たちがよちよち歩きで卵を探します。サンパですね。I know Easter rabbit. はい。そうですね。イースターバニーはなんかこうウサギは繁殖が高いので、やっぱりこう命って、イースターって言うと命なので、ね、そのイースターエッグも命という、はい、そういう意味合いがあるらしいですね。あ、そうですね。聞こえますか？あ、なんかキューちゃんの声小さいって。私の声小さい。はい。はい。No, it's fine here. Because I'm listening from Skype, so. じゃあちょっと大きくしました。はい。Oh, but this is down, anyway. Hey, otherwise it's gonna feed back. I know, yeah. Yeah, you should turn it off. すいません。うちわ話やめよう。じゃあ、次は、いよいよ。今日のいいね、もうちょっと30分いっちゃって間に合うか分かりませんけど、はい、いよいよ今日のメインイベントのこの、はい、十字架なんですけど、はい、これです。十字架、これヤシの木の葉で作った十字架です。で、日曜礼拝のイースターじゃ、ごめんなさい、シュロの礼拝ですか、うん、パームサンデーの、礼拝の、その外に出て聖書を読んだり賛美歌を歌うときに、こういったヤシの葉をこうですね、いや、お高くなくて教会でタダでいただけるんです。で、これを持って礼拝を、そうですね、ここですね、そうですね。Yeah. で、こういったものを手に持って教会堂に入場します。で、イエス様、勝利の、入場を思って、また一年暮らすということです。で、これを、用いまして、十字架を折るっていうのがあって、私の友人がかつてすごくそれがうまくて、で、今年教会で初めてね、十字架の折り方のインストラクションが置いてあったんだよね。それで私たちも折れるんじゃないかと思って持って帰ってきたんですけど、なんかうまくいかなかったんです。それでなんか教会のね、そのインストラクション置いてあるところにもみんなね、途中まで折って諦めてできなくて諦めてたんで、それで今日はヒデさんが独自に自分のやり方で折るというので、それを実際に折っていただこうという企画です。では始めます。はい、でその間に、あきゆちゃんはイースターのご質問とかあればしていただいて、ね、はい、はい、じゃあそちらのこのリーフでよろしいですか？Should be okay. はい、じゃあこのリーフで、
あ、1本のリーフで1個の十字架を作るという、ね、そうです。はい、はい、じゃあもう始まりましたね。説明しながら折っていただいた。説明しながら、あのキューちゃんはどんどん、あれです、お話ししていただいて大丈夫です。作り方を説明しながら折っていただけた方が分かりやすいんだけど。You, can you explain what you are doing? Just folding. ただ折ってるだけですって。そうですね。はい。ただ折ってるだけ。はい。So like right here. ここ。I've got to get this to go the other direction. はい。今日じゃなんかご質問で、LTL ではイースター何にしますかっていうことなんです。専属式をしますね。専属式ですね。専属式とはどういったことでしょうか。専属式はさ、あ、するさ、ちょっとイエス様が弟子の足を洗ったのをになぞらえて足を洗い合うっていう企画ですよね。Uh-oh, I might not have done this enough, but we'll have to see. 専属は足を洗うっていう漢字を書きます。Oops, I ran out. ちょっと短くなりすぎたそうです。It should be okay looking on one side, though, at least, maybe. Wow. Looks okay on this side, doesn't it? そうですかね。こんな感じになりました。On the back, it's, 情けない。はい、初見の方いらっしゃいましたね。This side. はい。Yeah, this side is, pretty close, pretty good.はい、というわけで、まあ、こういった、これ全部持って、タラタラタラ、はい、タラタラタラ、yeah, タラタラタラ、十字架のやつですね。On Calvary, there were three crosses. It was Jesus in the middle. はい、カルバリ山には、十字架が3本立っておりました。Right. And then on the left and right side of Jesus were two criminals that were...being executed because they were very bad people. Yeah, I got your face. Anyway, so here, I got. So this, ここが、キリストが真ん中に十字架にかけられて、そして両側には犯罪者が普通に、十字架にかけられていました。はい、で、一人は救われたんですよね。そうなんですよね。片方が救われて、はい、片方が救われなかったんですね。どっちの片方だかわかんないですけど。No. はい。That would have to be this one. It's the uglier cross. バルナバ。Yeah, this is the guy who said, "Today you will be with me in paradise." Jesus said this guy. Paradise. Thank you very much.ということで、ここに戻さないといけない。So what? はい、今日あなたは私と共にパラダイスにいるであろうというふうにイエス様は言われて、一人の犯罪者の方が救われ、いや、その前に一人の犯罪者の方が、イエス様、あ、大変申し訳ありません。ちょっと忘れてしまいました。なんて言ったんですか？バラバですか？ バラバス？バラバスではなく、Oh, we don't know who that guy was. 名前わかんないよね。名もない人で。ありました。その横にいた人の名前ありましたっけ？私知らないです。Church, in church tradition, he's probably famous because I'm sure he became a great church leader after that. Because he realized salvation from... He received his salvation directly from Jesus Christ himself. So he was the first one, you know, maybe.
じゃあ、ヒデさんは多分彼が最初に救われた人ではないか。そうですよね。最初に。ということになりますね。最初に。はい。And he's the only person that Jesus said, you're going to be with me in paradise. He didn't even say that to the disciples, did he? He said, until you drink it with me. And I mean, the Lord's Supper, he said. 弟子には今日あなたは私と共にパラダイスにいますっていうふうには言われなかったけれども、今ヒデさんが。Yeah, he said that to the guy on the cross, which is shocking.だけど、弟子はね、弟子って何ですかね、すいません、弟子はいつもイエス様と一緒にいたけど言ってもらえなかったんですが、十字架でその日にあったのにというふうに言われたことはショッキングであるというふうに、うん、今、ヒデさんが言ってます、はい、十字架のイエス様を信じたのは最初、その人が最初ですよね、十字架のイエス様を信じた。ね、弟子たちは十字架にかかる前のイエス様を信じたかもしれないけど、十字架にかかっているイエス様を信じたのはその人が最初ですね。弟子たちはやっぱり実際にイエス様が逮捕されたのを見てやっぱりショックだったし、うん、そういった意味でいろいろな葛藤があったんだと思うけど、やっぱり一緒に十字架にかかった人には何か特別な、やっぱり神の子が十字架にかけられるっていう特別心に迫るものがあったのかもしれませんし、イエス様の横に十字架がまあそれは悪いことしてかかったんですけど、うん、イエス様の十字架の横で自分を十字架にかかって、すごい、それだけでもすごい特権じゃないですか。すごいですよね。すごい特権でしょう。はい。もちろんそれで滅んじゃったら意味がないけど、それで救われたらすごいですよね。もう十字架のあの時点で救われたらもうバックスライドできないもんね。I don't know. People are people, man. 必ず天国に行けますよね。イエス様と一緒にね、同じ時に十字架にかかったってすごい、すごいですね。そうですね。目の前にイエス様、十字架にかかってるイエス様を見たというね。すいません、笑い事じゃないですけど、ヒデさんが思い面白くて。What? ヒデさん、今日はジンギスハンの T シャツ着てた。ジンギスハン？そう、それでその話してて、なんか、見よう。I forgot about that. Okay. さっきちょっと思わされたんですけども、ヤシの葉、白の葉というのは常緑の葉っぱで、いつもこう緑なんですね。はい。つまり命を表すというふうに聞いたことがあるんですが、そのヤシの葉で十字架を作るって、まさにね、この十字架によってこう命が与えられるみたいな、十字架は命をね、こう私たちにくださるものだという意味で、とてもいいじゃないですかね、ヤシの葉で十字架を作るっていうのは。はい。あとヤシの実も、うん、とてもなんか、なんて言うんでしょう、天然の、とても体にいい、みずみずしい実を結ぶので、それも素晴らしいなと思います。はい。ね、夏目ヤシなんですね、その実がね。でその夏目ヤシ、デーツとか言うんですけど、ちょっとヒデさん、デーツについて何か言うんですか？ Do you know something about dates? Dates are the, you mean the fruit that's on the tree? そう、夏目ヤシの実なんですけど、それが白の木なんですけどね。Oh, they have the dates from the palm, you mean the palm tree dates? そう、パームツリーデーツ。Can you eat those? Can you eat them? それは食べられますか？はい、イスラエルではね、食べますよ。One's in LA. They're nasty. 干し柿みたいな感じですね。もしドライフルーツで食べるなら、干し柿みたいな感じです。I think in LA you have to probably cook them.今もう一つ十字架を作っています。
ごめんなさい、ロサンゼルスでのそういうヤシはあんまり美味しくなくて、食べづらいよね。はい、あ、ロサンゼルスにもヤシの木がありますか？たくさん。木っていうか実はマーケットで売ってるんですけど、あんまり美味しくない。あ、美味しくない。 That looks a little bit nicer, doesn't it? The color's nice. I don't know if they could tell that on the camera, but the color's lighter green and yeah, the other one's yellow or that one's green. こうですね。Mm-hmm. これが今作った。あ、ちょっと緑っぽいですね。そうですね。さっきよりも緑が多い派で作ったっていうことです。で、このヤシの葉をチャペルに1年間飾っとくんでしょ？飾る。いや、うちの教会は街道がないので。あ、飾ら、あ、そっか。飾らないよね。でも前の教会もなんかなかったね、ヤシの。でそれを何かあの灰のに水曜日の時にそのこのヤシの葉を焼くとか焼いて灰を作るとか聞きましたけど。They're gonna keep a palm tree for year round, and then they're gonna burn it for the Ash Wednesday.Who does? These things? That's what the following year? Asking you about. Oh, I don't know. そのことについては知らないそうです。Is that where the ashes come from for the Catholic churches? I'm not sure. Liturgical? Be interesting if it's true. まあ、わかんないんですけど。なんか誰かに聞いたことがありましたね。その灰の日曜日、灰の水曜日の灰は、ヤシの葉を焼いたやつだとか聞いたことある。その伝統についてはちょっとよくわかんないんですけど、あ、それこっちピッカーすいません。で、これが今日作った十字架です。あ、たくさん、はい、これにもいろんなサイズで。この受難週の木金土教会で何かされますか？Monday, Thursday? What about it? What do you do?Isn't that the, Sorry, I have to go. I think it's the day that, it's the Lord's Supper. That's the evening when Jesus had his final supper with, and when Judas betrayed him. So it's the last thing he did with his disciples before he was carried off to be beaten up and then crucified later the same day. Huh? それで木曜日に何しますかっていう質問に今ヒデさんが答えてくれたんですけど、そう、木曜日は聖木曜日っていうふうになってまして、その日に最後の晩餐があって、その後イエス様が十字架につけられるっていうことで、そのための最後の晩餐にちなんだ聖餐式とそれからあれ、それだけだったっけ、マンデー・サーステー、あと、they're gonna take down the altar at the end and then turn off the light. 確かその聖餐式をやった後に、最後にオルターを全部片付けて、そして十字架に確か黒い布をかけて、それでみんな静かに喋らないで退出するっていう、そういう礼拝だと思います。 That's Good Friday though, right? You're talking about? No, I'm talking about Monday, Thursday. I thought that was Good Friday. They covered the cross in black. Really? Wasn't it? But I read the template said taking down the altar.
Oh, that's because we don't have a Good Friday service. So they're going to have it that way for Sunday, probably. キューちゃん、それってグッドフライデーですかね？どっちかな？金曜日かもしれない。うちの教会では、金曜日は合同礼拝で他の教会と一緒なので、それで木曜日にやってしまうのかもしれないんですけど、とりあえず一応そういうことを木曜日で、うちの教会は木曜日で予定してるみたいです。はい。Some French. じゃあ、あと6分ほどになってしまいましたので、じゃあ、今日はヒデさんにお祈りを。そうですね。ヒデさんにお祈りしていただきましょう。それで通訳していただけますか？あ、通訳ですか、はい。通訳だ、ね、できるかな、お祈りの通訳は。じゃあ、2行ぐらいお祈りして通訳でいいですか、うん、はい、そうですね。はい。Okay, so you pause a little bit in between. I pray for the Japan's salvation and revival. Right, so Lord Jesus, we thank you so much. 主イエス様、感謝します。For your sacrifice on the cross. イエス様の十字架の犠牲を感謝します。Thank you that you loved us first. 私たちを最初に愛してくださったことをありがとうございます。And thank you for giving us a chance to restore our relationship with God.神様、私たちが神様との、関係を、修復する機会を与えてくださってありがとうございます。Thank you for the Holy Spirit. 聖霊様をありがとうございます。Without your death, there would be no Holy Spirit. あなたの死なしには、聖霊様をいただくことはありえませんでした。Without your resurrection on Easter, there is no Holy Spirit.あなたがイースターに復活されることなしに聖霊を受けることはなかったです。And we pray for the people of Japan. 今、日本の人たちのために祈ります。That the Japanese people will see and understand who Jesus is. 日本の人たちがイエス様が誰であるのか、イエス・キリストが誰であるのかを知ることができますように。And the Japanese people will know how much God loves them. 日本の皆さんが神様がどれほど皆さんを愛しているのかを知ることができますように。In Jesus' name we pray. Amen. イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Amen. Amen. 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 Is it time? I think so. Yeah, じゃあ、あと3分くらいですかね。そうですね、2、3分ですね。はい。じゃあ、皆さん、今日はありがとうございました。今日また朝の時間なのに来ていただきまして、コメントを打ってくださって、本当に今日、来ていただいてコメントを打ってくださった全員の人たちにイエス様の恵みがありますように。とてもね、拙いことだったけれども、本当のイエス様と一緒に私たちがこんな風に暮らしているということを分かってもらえたらと思います。ぜひまた一緒に歌っていただいて、またいろんなロサンゼルスの情報を教えてください。はい、またそうだね、ジャカランタが咲いた頃街に紫の花がいっぱいになる時がありますから、またその時にお写真を撮ってお見せできたらと思います。ジャカランタって花の名前ですか？ジャカランタ、ジャカランダっていう、木にさ、桜のように木に花がつくんですけど、それが紫色で、ジャカランダ。The whole tree is dark green leaves with a
purple. ゾモランマとか言って。あのジャカランダJACARANDA はい Lots of A A-A ジャカランダ That's it, oh that's close, close No, no R, yeah, Jacaranda. Yeah, no, no, Jacaranda. Yeah, that's right, that was a Jacaranda song. Jacaranda. Except for not Todd, duh. That looked like... はい、それで今日はありがとうございました。はい、本当に、秀夫さん、秋夫さん、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, Q ちゃん。またよろしくお願いします。はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、じゃあリスナーの皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。And thank you, thank you Yuri, also, for your comment. サマーさんもありがとうございました。シャローン。はい、お疲れ様、シャローム、シャローム。